かかりこ村のよろず屋の滑空打の目玉で行います。滑空打の目玉を買い占めます。まあ、近くの焚き火で朝まで暇を潰します。よろず屋に向かっても目玉は補充されていません。エリア移動もする必要があります。村の近くの祠にワープします。よろず屋に向かいましょう。すると目玉が補充されています。これらを行うとアイテムがすぐに補充されます。雨の日は焚き火が消えています。別の焚き火で時間を経過させましょう。ハイラルの監視塔の眺望台に向かいます。監視塔の焚き火は地下にあります。雨が降っていても暇を潰せます。店に戻りましょう。ああ。雨の日は監視塔の焚き火、それ以外は店の近くの焚き火で暇を潰します。その後、店の近くの祠までワープします。ああ。まあ。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。